厳重な警備が敷かれる中、ワシントンではイスラエルを支持する集会が開かれています。ハマスに虐殺されたイスラエルの人々を追悼するために来ました。殺された友人がいるので、とても身近な出来事です。ワシントンでは7日、イスラエル支持の集会が開かれました。大統領選を戦う2人も、イスラエル支持の姿勢を示しています。I will restate my pledge to always ensure that Israel has what it needs to defend itself. ハリス副大統領は、ガザの人道危機に配慮する姿勢を示しながらも、ハマスに拘束されている人質の解放のため、戦うことをやめないと強調。The October 7th attack would never have happened if I was president. トランプ前大統領は、私が大統領になれば、イスラエルとアメリカの関係はより強く、より近くなる、などと述べました。中東問題について、有権者には選択肢がない状況の中、各地では反イスラエルの声が高まっています。ニューヨークでは数百人が列をなして、今すぐ停戦をと書かれたプラカードなどを掲げました。また、反イスラエルデモが全米の大学に広がるきっかけとなったコロンビア大学では、犠牲者とされる人たちの写真が並べられ、参加者は即時の停戦を訴えました。